見えてきて、次は和楽器というね、日本の美をちょっと聞いていただいた感じになります。ではですね、今からはお待たせいたしました、犬山城下町イケメン合唱隊、皆さんご存知でしょうか？はい、じゃあ今日初めてという方はぜひ動画を見ていただいて応援していただければと思います。はい、犬山城でですね、城下町の、皆さんをおもてなしするために、合唱隊が結成されました。これで2年目になりますね。2年目の後期に入りました。私を見て聞いてから行きます、はい、日曜日に皆さんの城下町におもてなしさせていただいております。そして今日は栗山青年会議所さんがイベントを開かれるということで、特別な演技を披露させていただきます。どうぞ前の方に皆さんお進みください。迫力のある演技をしますので、では合唱隊中の方に入りましょう。はい、今日はですね、5人の合唱隊が出てきております。それぞれに名前があり、特徴のある演技をいたします。推しのイケメン甲冑隊を見つけていただいて応援していただければ、ますます元気よく演舞して皆さんにお見せできると思います。皆さんでは演舞が始まりますので、どんどん中の方にお参りください。この甲冑はですね、甲冑工房で製作したもので、手作りのものになります。はい、皆さんまず中の方にお入りください。刀をね、振り回しますので、この、中に入られますと刀が振り倒してくるかもしれませんのでね、皆さんそこの前にかぶりついてご覧ください。甲冑隊の写真どうですか？はい、甲冑隊今準備しておりますので、お写真撮られる方どうぞ。今チャンスです。ありがとうございます。甲冑隊はですね、毎週日曜日春先は、この城下町をですね、トップとして皆さんにご挨拶させていただいてます。もう間もなく12時ですね、12時より演舞をさせていただきます。今日はなんと、甲冑隊直伝で刀のチャンバラ体験をしていただけます。今日限定です。これは初の試みになりますので、ぜひ皆さん、3名の方手を挙げていただこうと思いますので、我はと思われる方ぜひ後でお呼びしますので、お手をお挙げください。はい、甲冑隊とただいまお写真撮っていただきます。どうぞ皆さんお集まりください。はい、今日は学校の撮影日和になりましたね。青空が綺麗です。はい、甲冑隊とお写真を撮りします。どうぞ。はい、姫とのぜひお写真をお撮りください。はい、ありがとうございます。皆さんお写真をお撮りください。今からね、この甲冑隊が勇壮な演舞をお見せします。ぜひ演舞の方も見ていってくださいね。ありがとうございます。Oh.
はい、お待たせいたしました。では本日特別に国山青年会議所イベントに向けて特別な演舞を稽古してまいりました。どうぞ中の方へお入りください。はい、今日はですね、この演舞はこの1回限り、最後に少し敵の声を上げますが、この1回限りとなります。どうぞ中の方へお入りください。ありがとうございます、はい、あの行ってもらえれば駐車場は、はい、前の方へお寄りください。マイクの外ですから刀で切られることはありませんのでね。はい、どうぞ。そして後ほどね、甲冑隊と一緒にチャンバラ体験もありますのでね、僕何分前ですけど楽しみながらお楽しみください。あ、はい、すいません。はい、どうぞ中の方お入りください。今日はね、日差しがいいのでね、ちょっと熱中症も注意していただいて。はい、ありがとうございます。今日のために8年稽古してまいりました。皆さんにお見せするために稽古してまいりましたので、どうぞ皆さんご覧になってください。では演技を皆さんにご披露いたします。ここに参上した若武者、犬山城下町イケメン甲冑隊。この犬山の城下町を盛り上げるため、戦国の世より蘇ってまいりました。そして毎週日曜日、城下町に出陣して皆さんをおもてなししております。今日は5人の甲冑隊が出陣しております。本日は特別のイベントということで、いつも以上に心を込めて迫真の演舞をご披露いたします。どうぞ最後までごゆっくりご覧ください。ここは犬山。美濃と尾張の国境となる犬山の地は、戦国時代を通じて名だたる武将たちの国取りの要所となり、たびたび戦が繰り広げられた。戦国の世を駆け抜けた若武者たちが今ここに蘇る。その名も犬山イケメン甲冑隊。この犬山に生まれ育ち、この城この町を守る、それがしの仙太郎にござる。酒のつまみは笑顔が一番。我に続く者は拳であるよ、刑事でござる。尾張の国を守るため数々の戦を戦い抜いていくか。皆を守るが我が使命。この甲冑隊大将サスケだ。我ら犬山城下町イケメン甲冑隊。
ありがとうございます。はい、ただいまご覧いただきましたのが全部でございます。この後また、それぞれの得意な武器を持ってソロ演舞をさせていただきます。さて、その前に犬山城そして甲冑隊について少し皆さんに知っていただきたいと思います。では用意をしていただけますか。はい、はい、では大将、はい、皆さん名前を覚えていらっしゃいますでしょうか。覚えたらんな、これは絶対、はい、大将、なんていうお名前でしたでしょうか。わしの名はサスケじゃ。はい、甲冑隊の大将をしてます。はい、サスケ殿です。皆さん覚えてくださいましたか。はい、ありがとうございます。で、はい、そのために今日はクイズを持ってまいりました。うん、犬山城下町イケメン甲冑隊クイズ。ナイスクイズでしたね。はい、ちゃんと文字を読めるはい、大好きを入れてくださいね。はい、イケメンを大好きになってもらいたいと思ってこのクイズを持ってまいりました。真ん中行きましょうか。さあ、真ん中へ。はい、皆さんちょっと豆知識を覚えて帰ってください。ではクイズを参りましょうか。皆さん、この犬山城そして犬山城下町についてどのぐらいご存知でしょうか。犬山城に行かれた方、今日行ってこられた方、はい、まだのようですね。皆さんこの後にぜひ行っていただきたいです。じゃあ 犬山城に関するクイズをまず出していただきましょう。雄心殿。そうじゃの、まずこの犬山城いつ誰が建てたか、誰か知っておるものおるか。歴史のクイズじゃ。はい、おった。はい、はい、室町時代におっおじさんが作ったおじさん、はい、遠からず近からずという感じ。何年か分かるか。室町時代とは勉強不足です。ありがとうございます。その勇気に拍手を。ありがとうございます。はい、では正解は、ユーシン殿お願いします。正解は、言った通り織田信長公の叔父にあたる織田信康殿です。ユーシン殿、はい、当てられ、覚え方としては1537年以降を皆犬山城と亡霊が良い。はい、亡霊をかけてください。せーの、以降みんな、そういうことだ。はい、ユーシン殿お願いします。もう一回行くぞ、もう一回。はい、ユーシン殿、せーの、行こうみんな、犬山城。もうまだまだだな。はい、この覚えやすい語呂合わせがありまして、今からですね、481年前、そんな前なんですね、100年近く前に建てられた現存する国宝のお城になります。ぜひその辺をね、500年前に侍たちが、こういう甲冑隊たちが あそこに詰めていたのかと思って、登っていただけるとより感慨深く歴史を感じられると思います。はい、では天太郎殿、次のクイズいきましょうか。はい、次はですね、歴史に詳しい方が必要かな。私2個やっていい。あ、ごめんなさいね。じゃあ刑事殿、刑事殿いきましょう。はい、順番を間違えてお名前を覚えてくださいね。刑事殿、マイクを使ってしゃべる、はい、マイクというね、あの、現代のものにちょっと慣れてないのでね。いや、あれでござる、はい、あれでござる、本能寺の変の後に、はい、何かが争いがあったんでござる。何かの、はい、あの、有名なそれがござるじゃん。はい、武将の名前を挙げますと、秀吉と家康。そう、秀吉と、そう、それでござる。秀吉と家康でござる。はい、このね、尾張の地方でたくさん戦が行われました、ね、戦争がたくさん起きました。その中で有名な武将秀吉、家康が直接対決をした、その戦いは何でしたでしょうか。戦いの名前を答えてください。戦いの名前だな。あちらで、お、たまに歴史の教科書に出てくる。はい、はい、あちらの方が、はいはいはい、そこの、この辺の終わりがある。5、4、3、2、1。はい、サスケ殿、長島戦い。お、さあ正解をいきましょう。正解はめぐれです。近い、お、近いけれど場所違いだな。はい、小牧長久手
わしの出番じゃな。はい。わしマイク持ってただけさっきも言うたが、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の3名は実は犬山城をちゃんと攻略しとる、要するに制覇したんだな。ただ一人だけ実は木曽川から渡って城を攻めたやつがおる。それを誰か答えてほしい。まあ三択じゃからな、みんなに手を挙げていただく。はい、こちらの三択から。皆さん手を挙げるやつは4択目があると思って聞きに行くから、はい、3の1で3択けどもはね、容赦ないですからね。切られないように気をつけて。では手を挙げていただこう、はい、1番の織田信長だと思うから手を挙げて。はい、まあまあまあ、1人か。まあまあまあ、では2番の秀吉、豊臣秀吉だと思う方手を挙げて。はい、ってことは残りは3番の家康だと思う方手を。あ、多いですね、家康の。まだ上げてないやつがおるな、はい、4番、はい、容赦ないですよ。そう、なかなか最後のいじめはやめましょう。ことないよ。2番だと言っておる。攻めに負けましたね。はい、まだ上げてない方、じゃあ家康が一番多かったですね。そうだな、はい、では正解いきましょう。正解は2番。さあやったー。はい、ありがとうございます。秀吉じゃ、気持ちよく秀吉当たった方、さすがでございます。そうですね、秀吉はこのお城犬山城ね、向こう側橋の方から見ていただくと分かりますが、片側が断崖絶壁になっております。これはね、偶然ではなくわざとあそこの場所に建てました。後ろ堅固といって、お城の後ろ側が固く閉じられた、誰も攻められないだろうというところに建てられております。そうするとこちらだけを守ればいいということになるんですが、そこを秀吉はついたんです。頭のいい人ですから、秀吉は強固な守りを、破って船を集めて川を渡り、断崖絶壁を登って最短距離を攻めて落城させることに成功したんです。ぜひ皆さん、秀吉が犬山城川から攻めたということを覚えていってください。これはね、まだ誰も知っていそうで知らない豆知識ですからね。そうでございますね。そういうことじゃ。はい、甲冑隊もその時戦ったのでございますね。頑張った頑張った頑張った。はい、こういう甲冑隊がいたからこそ、城は今のまま守られてるんですね。落城燃えたりせずにそのまま残ってるということです。はい、では続いて源之進殿、次のクイズいきましょう。お、それがしいこと、はい、城をね、見た方は分かるかもしれないです。はい、ではそれがしから問題じゃ。この犬山城の、天守にある一枚瓦、その一枚瓦にはとあるものの絵が刻まれておるのじゃが、次の三択からその三つのうちどれかをみんなに答えていただきたいと思う。はい、また三択でいきますよ。1番亀、2番猿、3桃。さあどれだと思う。はい、これにはね全部意味がありますからね。また手を挙げてもらった方、はい、では1番亀だと思うもの手を挙げよう。おお、多いですね。なかなかおる。はい、次は、では2番猿だと思うもの手を挙げよう。あ、おー、おらんのか。おらんのか。2番猿、猿、猿。じゃあ猿の意見の方、どうしてこう、どういう意味があると思われたか。まさかのインタビューじゃ。はい、インタビューでございます。こちらの、どうじゃ、なぜ猿だと思う。子供を責めるという、まあ、卑怯な手を使うのもおっしゃる。猿でござるか。かわいらしいでござるな。よしよし、お、ではお父様の方が理由を答えてくださる。モンキーパークの近くに。なるほど、うまいことはいいよ。猿公園だよな。はい、じゃあ亀と答えた方、もう一度お手を挙げください。亀、あ、いい、どうじゃ、亀だったもの。いや、それが嫌なの。はい、亀の方、じゃあどういう意味があって亀がついてるんでしょうか。ではどうじゃ、亀の理由を答えてはくれまいか。はい、そうですね、先ほど行ってきまして、おー、見ました。あ、カメ、カメ、見てきたと思います。ございますね。なかなか説得力のある理由が出てきたぞ。ございますね。では、では最後残る一つ、桃だと思うもの手を挙げよう。はい。お、
おお、では聞いてみるとしようか。どうじゃ、なぜ桃だと思ったのじゃ。なんとなく。なんとなく。なんとなくという理由が来たぞ。気にせるか。桃と思われた方、他にもいらっしゃいましたか。そうじゃ、他に桃だと思うものは。あちらです。少ない。お、はい、ではそこのものにも理由を聞いてみよう。はい。そうじゃ、なぜ桃じゃと思うか。魔除けの意味が確かあったと思います。こちらの魔除け、それらしい。この桃の由来にこう言及してきたものでござるな。なるほど。では正解と行こうか。正解は3番桃じゃ。おめでとうございます。はい、もうおっしゃっていただいた通り、桃は不老不死の力があると昔から言われておりました。そして長寿の象徴として、その強い生命力から魔除けの文様として、この城に、そうですね、上から上に登っていただいて、丸いところがありまして、そこの上にね、桃のね、一体の桃の形の瓦が乗っております。ぜひ今からね、犬山城に行かれる方、覗いてみてください。落ちないようにね、覗いてみてください。大体3階、2階と3階から小窓から覗いてみますと桃があります、なんでこんなとこに桃があるんだろうと思われた方は、そういう魔除けのね、意味があるんですね。はい、そういう昔からの言われで、殿様が守られるようにということで桃がつけられたということです。はい、私たち賢くなりましたね。はい、そして最後、善太郎殿、最後の質問いきましょう。最後のクイズですよ、皆さん。これが一番簡単な問題じゃ、みんな間違えぬよう。はい、めくってはめくってはなりますよ。さっきから答えをめくっておる。最初に答え出そうとしよう。さっきから答えを出しておるんです。なさってください。もう逆に問題を変えていこう。はい、いや、それもう開けちゃって。はい、センターの方はね、もう問題変えます。本当は答えが犬山祭りだったんだけど、もう向こうこの答えから別の問題に変えます。はい、じゃあ犬山祭りがこの城下町で毎年春に行われるんじゃが、この春に行われる犬山祭り、なんで犬山祭りが始まったのか。始まった理由を思いつくまま答えてもらおうかな。思いつくまま、これはなかなか三択にした方がいいかの。じゃあ三択にいたそう。はい、じゃあ犬山祭りが開催された理由は、まず1個目、宇保谷町というところが一番最初に山を作ったんじゃが、その宇保谷町がいきなり始めた。あ、いきなり始めた。いきなり始めた。理由もなく、いきなり始めた。2番、犬山城下に火事があって、それを慰霊するために始めた。あ、なるほど。3番、犬山の成瀬隼人公、お城の城主やなが、犬山寂しいから始めてみるか祭りでもと、成瀬隼人公が始めた。勢いじゃなさあどれが正解か、言ってみようか。じゃあ1番、町内の人が始めた。いきなりじゃだと思う人。町内の人が始めた。おらんの、うん、じゃあ2番、火事があったから始めた。おお、3人ほど。じゃあ城主がやろうぜって言ったから始めた。はい、3人と思われる方。城主の命令は城主の命令やな。おっと、挙げてないのがいっぱいいるから、じゃあ他の理由を他の理由をあるということじゃな。他の理由があるということじゃな。攻めていきましょうか。我こそは他の理由があるという方。まあ三択言うんだし、三択出てこんやな。いいかな。じゃあ、はい、では正解をお願いいたします。正解は2番、火事があったから始めた。正解の方おめでとうございます。実は3番もそんなに間違いではないんだが、火事があったから、成瀬隼人公が
盛り上げるためにやってみないかと言ったのが一番初めで、一番最初に山を作ったのは確かに町内の産屋城。基本的には間違っておらない、順番が違うということでな。火事があってから鳴瀬公が言って、その後町内が山を作った、それが正しい順番です。なるほど、はい、皆さん知識が入りましたね。犬山まつり見られたことがある方、あ、まだ皆さん見られてないですね。4月のね、初めの日曜日に全日で、ね、行われます。ぜひ、この、お祭りもですね、江戸時代から続く、国の重要無形民族文化財に指定されております。今ユネスコ世界遺産でもあるぞ。あ、そうですね、指定されたばっかりですね。365個の提灯が灯されて、夜はね、とても綺麗な、景色が見られます。ぜひ4月にもいらしてください。犬山城下町、たくさんの、ね、見物がございます。そしてね、夏にはもう終わりましたけれど、鵜飼がありますね。あの長良川の鵜飼は有名ですけど、磯川もね、スローバックに鵜飼がございます。ぜひね、夏にもいらしてください。はい、ありがとうございます。ではですね、はい、これで、あ、ごめんなさい、お待ちかね。皆さん、この甲冑隊の名前は何でしたでしょうか。犬山城下町ほにゃほにゃ甲冑隊じゃ。イケメン甲冑隊ですね。そしてここに並ぶ5人のイケメン甲冑隊、この中から食事の方大丈夫です。これ、これはイケメンを今日は決めていただきたいと思います。皆さんの意見、皆さんの意見で決まります。はい、あと負けた、はい、リクさんは何が起こるか分かりませんね。はい、ではですね、私がお題を出します。一応、はい、皆さんが選んでくださいね。皆さんの挙手の数によって決まります。一応1分前ぐらい、はい、では犬山城下町で、はい、この後の宇宙のお姫様とデートをした、はい、予定なんですけど、犬山城の天守閣に一緒に登りました。そこの眺めを、とっても良いように眺めて、はい、姫を口説くセリフを言ってください。さあ、考えてください。はい、なるほどな。想像してみましょう。素晴らしい景色を眺めながら、綺麗な仲間を横にして姫を踊ってください。さあ、では参りましょう。はい、では、天太郎の日から来て、天太郎得意だったな。はい、今、何気に飛び越えるものを挙げられたような気がする。え、犬山城から見下ろしている時、そうでございます。高いところから見下ろしているときに、思いっきり、とっておきの言葉で届いています。この城下町の眺めは綺麗じゃが、隣にいるお主の方が綺麗じゃろ。臭いな。最後まで発揮してください。この照れる姿も一緒に考えてくださいね。なるほどな。では、どんどんいきますよ。はい、源之進殿。困るでござんな。そうじゃの、それがしならばこういうかの、この城下に見えるもの全てが敵になったとしても、そなただけは